8日放送の TBS 系、午後スマ、月金曜、午後1時55分、では、お笑いコンビ、ダウンタウンの松本人志が飲み会で性的行為などを強要したとの疑惑を報じている、週刊文春が、この日発売の最新号で第6弾を報じたことを伝えた、11人目の新証言、として、お笑いタレント、田村健二の誘いを受け、2016年に大阪のホテルで開かれた飲み会に参加した女性が証言したこと、また、以前に告発した女性が、田村が否定した、タムケンタイム、と称されるものについて、タムケンタイムはありました、と反論したこと、さらに、他の女性が、単なる飲み会ではなかった、と改めて主張したことなど、報道の内容を紹介した、番組では、松本がところ、属する吉本興業にこの件について取材、コメントを差し控えさせていただきます、との回答を得たと伝えた、ネットの声、後輩芸人たちの反論が、記事が出てからかなり時間が経っている、そしてほぼ同時期に反論している、おそらく打ち合わせがあった、あと、かなり重要なポイントの携帯を没収したり使用禁止したかどうかの部分に、誰も反論せず触れてもない。テレビのコメンテーターや弁護士もこの部分に触れないのはなぜだろうと思う。KKK、4時間前、非表示、報告、もう、12人目、13人目それ以降も、ずっと同じような告白が続くだけだろうね。今まで散々飲み会してきてたんだろうから、もう、週刊誌側はネタに、尽きないでしょう。裁判でその全てを否定して回っても、少しの事実があれば、世間からは厳しい目で見られることに変わりはない。地位と名誉を捨てちゃっても、金の部分は残るんだし、もともと引退が近いと言ってたわけだから、やっか、やる気がやっぱりなくなったって、全言撤回でも良さそうだけどね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。